ただいま。皆さんこんにちは、みきまるです。今日はですね、今コストコに行ってきたので購入品を紹介していきたいと思います。今回購入してきた商品は結構食品が多めです。冷凍食品とかじゃなくって野菜系が多めですので、ぜひ最後までご視聴していただけると嬉しいです。そしてですね、買ってきたものを使って今回もいろいろ作っていきたいと思いますので、お楽しみに。見てこれカエル見たくなってる、あーちゃん。はいはい、あーちゃんもじゃあ一緒に紹介しよう。いつもは割と雑貨とかね結構買うんだけど、今日は本当に食品が多いかなって感じです。まず最初は卵、これは10個パックが2つつながっているやつですね。こちらを買ってきました。もうね、卵のね消費率がね半端ないんですよ。じゃんじゃじゃーん。こちらですね、ガーリックチャバタになりますね。前回買ってめちゃくちゃハマって美味しかったので、また今回も買いました。まーさんも大好きなやつですね。でこれはこうパタンって一つに見えるじゃん、2枚そうメリって剥がすと、もうたっぷりのガーリックバターが両面についてて、もう焼くとめちゃくちゃ美味しいけど、もう爆弾カロリーもうカロリーの爆弾ですやばいやばい、こちらをまたやばい、こちらを買ってきました。でもね、もうほんとめっちゃ美味しいんだよね、これ。美味しいね。もう癖になるよね。だからちょっとね、カットして何日かに分けて食べるのは、まあ1日でこれ全部食べる人いないかまあお腹がそうそうそうやられちゃうかも、この染み具合がね。そう、もうガーリックバターとこうバジルとか、そんなバター、バジル見えないこうやってやんないと。長芋を買いました。まあ、健康にいいっていうことでね、長芋を買いました。短冊切りにしてわさび醤油で食べたりするので、あの今回コストコで初めて買ったかも。あ、これ、うん、カットされたのが3つ入ってるものですね。はい、リピ商品こちらナチュラルチーズですね。モッツァレラですね。このちょっと開けてみますね。まあ、何回か買ったことあるんですけど、スープに入れても美味しいし、こんな感じで3つのものが1つになってるチーズです。めちゃくちゃこれ淡白な感じなんだけど、お料理とかサラダに混ぜてもいいし、すごい美味しいです。エリンギ大量結構かさ増しになるので、最近キノコすごい食べます。大きいね。大きいエリンギね。舞茸これも大量です。でこれ前回買ったら、うん、すごい美味しかったの。そう、うん、だからまた買いました。オリーブオイルとちょっとガーリックで焼いたりするとめちゃくちゃ美味しいです。ちょっと待って、あーちゃんどうする出るの。アスパラめっちゃ太くないこれ、うん、コストコのアスパラ、オーストラリア産のアスパラなんだけど、これもさ、うん、めっちゃ美味しいんだよね。何回か買ったことあるんだけど、ちょっと前回再確認しました、美味しいのも。なのでまた買ってきました。味付け塩だけでもめっちゃくちゃ美味しい、すぐなくなっちゃう。はい、お次じゃん、また大量ですね。ロメインレタス、これも前回買ったんだけど、すごいシャキシャキしてて癖がなくって、お肉料理とかにはもう本当に合うって感じ。こういう野菜系はやっぱりね、たくさん取れるように常に大量にあるといいかなと思って買ってきました。今日は野菜が多いですね。そう、今日は野菜を中心に買ってきた。出来合いのものとかお肉とかは今日は買ってないの。野菜が結構主で買ってきた。やっぱりね、野菜すごい食べるからね最近。はい、お次じゃん、これはね初めて買ったアサイでございます。私さ、アサイーボールって流行ってるけどさ、まあ、ちょっと前に、うん、食べたことないんだよね、うん、だからさ、アサイーボールで朝食とか食べたらいいんじゃないかなと思ってちょっと買ってみました。なんかモデルとかさ、ダイエットしてる人みんなアサイーボール食べてるじゃんまあみんなかどうか、そうだからさ、私も買った、
モデルになりたいわけじゃないけどモデルがやってるやつはいいんじゃないかと思って、うん、でこれはねちょっと開けてみよう。こんな感じでまた見えない分けしてあるの。そう、個包装になって入ってるから、うん、まあシリアルの上にかけたりヨーグルトの上にかけたりして、うん、まあ朝ごはんとかちょっとおやつ感覚で食べたらいいんじゃないかなと思います。ちょっとね食べたことないからわかんないんだよね味が。はい、クイックルワイパーの立体吸着ウェットシート、こちらを買いました。ストロングってやつね。なんかさ氷結みたいじゃないストロングストロング氷結、酒氷結飲みたくなってくるあ、こんな感じで中に2つ入ってる、うん、中に2つ入ってるんだけど、まあこれから年末にかけてお掃除もしなきゃいけないしいいかなと思って買いました。使えるよ、うん、使えますね。これはこれはもう立費商品じゃん。シュミテクト5個入ってますね。割とシュミテクトって1つ高いんだけど、はいね、うん、あのまとめ売りでコストコで買うとちょっとだけ安くなるっていうね、うん、なので買いました。まあ、私たちアラフィフ口臭が気になるお年頃ということで、うん、歯も悪くなってきますし、このシュミテクトちょっとお高いけどこちら使うとかなり歯医者さんもおすすめしてるみたいなのでいいじゃないかなと思って買いました。増量になってるの 10% 増量になってるので10回分ぐらいは多く入ってるんじゃないかなと思います。はい、じゃん、シュミテクトの歯ブラシ買いました。これはね初めてだね。まあ、せっかく歯磨き粉シュミテクト買ったので、まあ、歯ブラシもシュミテクト買ってみようかなと思ってこちらを買いました。これはねちょっと形が変わってるんだよね。私この形、ブラシの形の歯ブラシ使うの初めてかもしれない、うん、まあ、とりあえずこれで一生懸命歯を磨いて歯を大事にしていきたいと思います。ちょっとさ歯が痛いんだよねすでにもう。はい、そして最後よいしょ、これはもう定番ですね、キッチンペーパーでございます。めちゃくちゃ吸収もよくって大容量の巻きになっているので本当に何でも使える。あの床も拭けるしお皿も拭けるし、もう全て我が家はこれを使ってると言っても過言ではないくらい、うん、全部これで済ます。これは本当にいろいろ使う、ね、そうだからさ、まあ大体コストコに行くのはこのキッチンペーパーがなくなったら大体コストコに行くっていう感じです ね、うんうん、ね、まあでもこれはちょっとなくてはならないものになりつつありますね、うん、我が家では、まあ、これを買いに行ったので、うん、他のものを買ってきたっていう感じですねはい、ということで購入品は以上になります。今日は多分こちらの買ったものを使って晩ご飯を作っていこうかなと思うんですけれども、はい、以上でございます。はい、はい、よくできました。はいとりあえずこのアスパラを使ってなんかねちょっとヘルシー料理を作ろうかなと思うんだけど、まあ、アスパラを使ったヘルシー料理にこのカロリー爆弾のパンを添えたらあまりヘルシー料理じゃないっていうね、うん、さあ早速じゃあ片付けていきたいと思いますWe'll be right back.
ただきまもす。いただきます、おさん。これは山芋を焼きました。うん、うん。香ばしくて美味しい。うん。ね。うん、これさ、温泉卵を作るつもりがさ、うん、火が通りすぎて普通の卵になっちゃった。うん。いいよ、普通の卵も美味しいじゃん。うん、すごい味が染み込んでて美味しい。山芋乗っけて食べてみてよ。うん、どう、美味しい？香ばしくて美味しい、うん、野菜たっぷり、うん、うん、いいね、これはいい。うん、おいしい。